はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマ、緊張しすぎの子のほぐし方、遊びで解放かなということですね。うん、それでは、西荻フレンドリースクール、願書面接担当、そして幼児部担当の今野慎介先生、よろしくお願いいたします。はい、どうも、こんにちは。はい、こんにちは。子供、特に幼児教室とかね、フレンドリースクールの場合にも、そのケースが多いんですけれども、はじめ緊張してる子って、まあタイプによっていろいろですけれども、その氷が溶けるまですごく時間を要する子もいるじゃないですか。もう常にもうガチガチになっちゃってる子もいると思うんですけど、そういった子はどうすればいいのかな。まあ接客業の方とかもね、含めていろいろと困ってる方もいると思うのでね、今日はヒントになるかなと思ってお話をしてみました。はい。でもこれうちらの得意分野じゃないですか、ね。そうですね。なんかいつもやっぱり、まあ、緊張のほぐすっていう目的もあるけど、まあ、僕たちの場合はその子の素が見たいというところが一番あって、やっぱり素が見えるからこそその子の対応の仕方っていうのも分かってきて、ここまでやったらこんなに元気に騒げるんだとか、やっぱりこんだけこうなんだろう、楽しくなるように煽っても素をそんなに出さずちゃんと自制するとちょっと違うな、やっぱりこう出し切れない子なんだなっていうのを、じゃあもうちょっとアプローチ変えようかみたいなね、いろいろ変えて、でその素が出るのってどこで爆発するか分かんないから、ね、とんでもないところで爆発するかもね、たまに、そう、いたりして、やっぱり面白いのが、この結構前に合宿の時にね、最後に爆発した子びっくりしましたよね。すごい、もともとすごい、いやでも騒ぐって言ったらまあ人並みには騒ぐんだけど、で、合宿の帰りの車の中で、大爆発でしたよね。いや、もう、全員がなんかもう、ドン引きするレベルで大騒ぎして、こんなに騒ぐの、この子と思って、で、やっぱりその素が出て、がとんでもなかったんですよ、やっぱり。もう我を忘れる勢いの、もう言葉遣いもだいぶ激しく言っちゃいまして、すごかったんです。で、やっぱそれ、今結構大きくなって、もうだいぶ大きくなったんだけど、やっぱりまだその子の話たまに聞いたりするんだけど、その時代のね、そう、あ、だからそういう風な感じに凄まじいんだって聞いて、あ、だろうなって、あの時のあれだなっていうね、今までそんなのなかったけどね、最近すごいんだよねみたいなことを知ってる子言ったりとかして、あ、やっぱまあまあそれはなって、ちょっと軌道修正しましょう、ね、ごめんね、ちょっと緊張しすぎの子ということなので、まだ、日が浅い子だったりとか始めましたって、そういうパターンだと思いますね。はい、そうね、やっぱこれはやっぱり、やっぱ子どもの緊張のほぐし方って、なんだろう、一番その子に合ったことでやるのがいいと思ってて、やっぱ子どもっつったら遊ぶ、遊びですよね、やっぱこれ以外で緊張ほぐすことってなかなか難しいかなって、本当にそれこそ何回も何回も来てるうちでだんだん慣れてきてっていうのでもいいかもしれないけど、やっぱり手っ取り早いの遊びって、僕なんかはその一緒にいて気を張ってほしくないっていうのが僕すごいあるし、まあ、フレンドに来て気を張るってね、いい子にしてるって慣れてはくるかもしれないけど、そこでじゃあ緊張しっかり気を張って、ここは教室だからとか、そういうのもあんまり嫌なんで、だからそっちに意識行き過ぎちゃうと、せっかく吸収できるものも吸収できなくなっちゃいますからね、そうだから、もう緊張なんてゼロ、もう家帰って家から来てまたもう家と同じぐらい緊張、ね、リラックスしてくれるのと同じぐらい、まあ、勉強の時以外は、っていう風にな気持ちになってほしいっていうのもあるので、まあ、とりあえず遊んでも OK なところなんだなっていうところをしっかりと子供に見せてあげると、緊張の解放としてはね、一番手っ取り早い。そうですね。だから、よくお教室とかにはやっぱでは騒がない、遊ばない、真面目にしなきゃいけないとか言うけど、うちはそんなことないからね。そうですね。もう手っ取り早く僕とね、松浦先生でね、バカみたいに遊んでね、そうです緊張をほぐしてあげて、そうするとやっぱ来やすくなるしね、そう来て、僕とか松浦君がいたら、あ、遊べるかもって思ってもらえれば、楽しい、ね、そう緊張もね、なくなってくるから、で、そういうふうになんか新しい場所であったとしてもね、そういうふうな形でほぐしていくことで素が出てきて、で、なんだろう、そんなに自分を偽ることなく過ごす中で新しいこともね、いろいろ吸収できると思うんだけどね。だからマンツーマンで授業するときも、相手がガチガチになってたら、さあじゃあやろっか
鉛筆持ってきてにするとできないから、最初ちょっとおしゃべりしてみたりとか、うん、軽くほぐしてから、始めた方が結果的に、子供もしっかりね楽しくできるかなっていうのはすごい感じますね、うん、ここ最近でもなんか、うん、短期できた子だったんですけど、はい、あの子も初めすごいね緊張してて、うん、なかなか喋んなかったんだけど、多分僕が他のなんか授業やってる時に、うん、多分松坂先生遊んでくれたんですよね、うんうんうん、すごい。それが終わってさ、その子の続きやろうかなと思ったら突然走ってきて、うんうん、もう笑顔でめっちゃ話しかけてくるから何が起きたんだろうと思って、そしたらちょっと、うん、その時他の子もいたから、その子も交えて一緒に遊んだって、うん、ああめっちゃ遊びましたね、うん、なんかもう表情からもはや違うっていう、はい、うん、でそこからじゃあやろうかって言ってもすごい話乗ってきてくれるし、うん、あやっぱ緊張ね、初めに解いてあげればよかったなと思って、ね、初めちょっとね緊張して何にも喋らなかったから声も聞かずにやったんだけど、うん、うん、そうそうそう、だからね、そうね、でも今言ったヒントの一つで、子供に誘ってもらうと一番やりやすいよね。同じ年齢の子がね、一緒に遊ぼうって言って、うん、その時は、なんだろうな、ちょっと幼めに見えるね、1年生の女の子が協力してくれたんですよ。ああ、なるほどね。一緒に輪に入って遊んでくれたので、その子もすごい楽しくやって。うん、そのあの子は普通に遊べるね。いやもうナイスアシストでしたね。うん、そうそう、子供と他の子も交えてってやるとね、うん、すごく子供も入りやすい、ね。そう。だからまあそこはまあ場所にもよるかもしれないけど、そうですね、うん、そう、まあいいことばっかりですよってことね、そうですね、緊張をほぐしてね、そう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 、だからまずが緊張ってある意味ガードだと思うのでね、うん、それを解いてあげるのもすごい大事なことかなと思いますし、それはまずその第一に子供目線であることですよね、うん、そのそうそうそう、心の意味でも心の高目線もそうだし、まあ、物理的な目線の高さもそうだと思うんですけれども、うん、合わせてあげて、またはちょっと低くするぐらいですか、うんうん、そう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 、にしてあげるといいかななんてことですね。はい、ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございます。はい、では教室からのお知らせです。フレンドリースクールでは子育て幼児教育相談会平日と土曜日に行っております。詳細は、こちらの YouTube の概要欄をご覧ください。体験授業も受付中、1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。年長さん多いですね、今ね、新年長さんかな、いやもう多いね、うん、そう、いや毎年ここ数年は、ね、結構多いんですけれども、いや過去最大ぐらいの数ですね。いやもうだってね、たくさん来てますからね、入らない、ね、教室にお興味あったらどうするの、早めにどうぞ、はい、連絡先です。電話番号は 03-3390-0750 番、時折メールが届いてないことがあるようです。連絡したけどフレンドリーさんから返信ないよとかね思った方は大変お手数ですが、お電話いただければと思います。すぐに対応いたします。メールアドレスはご覧の通りです。フレンドリースクールでは引き続きさまざまなテーマでお話をしてまいります。よろしければチャンネル登録もぜひぜひお願いいたします。本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。さよなら。